お疲れ様スラットです。今日はこちらは限界突破バレル枯渇やっていきます。さあね、限界突破、バレルがしたんですけども結構弱いと、あんまなんか意味ねえと、逆サイドにね、デコイバレルが飛んでいくっていう性能ですね。でサイクル2なんで3回に1回進化するんですけど、その現環境やっぱダガーガールが流行ってるので、ダガーに完封されちゃうっていうのがね弱い。タワーのターゲットを取ってれば、また話は変わるよねと、言ったところで、なんか流行りのテスラ枯渇みたいな感じだと、盾がね基本的にナイトしかいなくて、ダガーに完封されて意味ないみたいな、感じだったので、盾が多ければそこの問題は解決するんじゃねえかと、言ったところで、相手が今回プリンタワーなんで意味なかったですね、やっていきます。アウトローの、懐かしい感じだね。コカッちゃんです。アウトロー、前はプリンスとかいましたけど、久々アウトローです。ナイトでもタゲ取れるし、アウトローボーイでもね、タワーのターゲット取れるんで、なんかそういう部分ではなんか両サイ攻めができるね枯渇なので、このデッキはね進化バレルとの組み合わせはね結構いい方なんじゃないかなと、思いますが、どうですかねやっていきながら、でなんかロケットでもよかったんですけど、なんか最近ロケットばっか使ってたなってわけでミラーにしまして、よいしょ、なんでもいいか、行きましょうか。でちょっちゃバレルを飛ばすか、てかファルチェンならトルネ警戒しときます。おさあトルネしっかりやりましたね。キング起動されたくないな、できるだけワンチャンボーリーとかもいるんで、ガーディアンだけでステイないとね。さあ今んとこなんか普通なスケラって感じか。端前プリンでちょっかいかけるのは、いつも通りかな。ポイズンが、相手ポイ打ちたいけど、このプリンセスの処理もしなきゃなみたいな、なんか贅沢しようとしてない？このリトプリでさ、プリンもアウトローもやりたいみたいな、欲出したらちょっとミスってない？大丈夫？これそう、マジで。ここで行かなくてもいいナイト行くのによって、ナイトじゃない、アウトローミラーか。ほい。もう相手。プリンでタワー落ちるぞ、おい。諦めの顔してんな。ちょ、待って、ミラーバレルは。ちょ、ミラーバレル、急いで回して。全然回んねえな、なんか。なんでや。終わりました、ミラーバレルをキングに飛ばすと、普通に、何キングにもう一個飛んでいくんで、なんかその10秒デッキ目線、10秒デッキってみんな知ってるかな。キングタワーをね、そのバレルミラークローみたいなで落とす変態戦士もいるんですよね、クラロアニア。いろんな楽しみ方があるんで、その結構むずいんですけど、なんかプリンセスとかで相手に呪文使わしてキングにバレルミラーみたいなね、気になった方はやってみてください。いるんですけど、その10秒デッキで考えたらちょっと強化か、だいぶ10秒デッキ使いが今回のバランス調整超嬉しかったんじゃねえかな。どうなんだろう、そんなこともねえか。お、熱くねえこれ、フット使ったぞ。トルネだけやめてほしい。なんでやねん、そんな強くトルネあるもん、さっきから。もう決着をつけに行きたい。ミラーバレル、よいしょ。今は14レベルだけど、ミラーで15レベルのバレルね。もうちょっと先に進めばね、16レベルバレルがね、飛ばせるようにはなるか。ああ、それ強い。どんぐらい下がんだろうな、これって。昔に比べればそんなか。215はね、最悪ウッドか、ウッド3周で落とせるんで、右は削っとこうや。うざいね、これ。相手視点。ウッドか、トルネか、なんか使わなきゃね。トルネ使いましたね。冷静にトルネ、ウッド、ホグなんで、なんか、全然負けても、なんかおかしくなさそうな感じではあるが、一旦進化バレルしたいな。で、これ、禁忌してるとなんかさ、マジで刺さんなさそう。いや、強すぎるもん。どうなってんだ、ちょっとめんどいもん、進化ないと。
おい、ギザーだよ。あー強そのボイド。まあまあまあ、ウッドが来そう。からのような、いやなんかさ、この縦が あるって言うんかな絶妙。でもだがちょっと削れたんで、ここで右も左も削りたいみたいな。え、左側さ、今そんだけで止まるもんっていうぐらい削れてなくないえ、ほんまに言ってる？結構怪しくない？いや、うざい相手してん、普通に考えたらね。まあ、右まず行ってまず右行ってもう一回右行くか。いや、シンクナイトがただの壊れ。おい、プリンも刺さって、え、ちょっとおもろくない？進化バレルは、まあ、こんな感じっす。進化バレル、いや、だいぶいい形組めてたんだけどな。両サイドさ、縦あって。え？まあ、キング起動か。キング起動がまた話変わんな。その、進化バレルって、体力が弱いんですよ。スケやコウモリと一緒だった気がします。はい、なので、なんかまあ、チョンでね、相手のスケのチョンで、まあ、しばかれちゃうんで、まあ、そういう、なんかそこかな、そこの調整なければ、まあ、またもうちょっと変わってきそう。でも、それでも弱いか。相手ダガーだと。まあ、でもそこの調整なんか来そうだけどな。まあ、ダガーをものすごい下方するか、その、ね、デコイバレルの火力を上げる。火力じゃねえわ。火力と攻撃速度はそのままなんで、あれですね、HP 加法をなくす。それだけでもなんか結構変わってくれるんじゃないかなっていう思いはあるんですけど、どうなんだろうなどうなんだろうな。ちょっとやばいよね、これ。ザップの方が嫌なんでプリンにしよう。まあ、変わんねえか。いでー、マジでこれに関しては、うん、タゲ、あー許せる。そのタゲ今右から殴ってたらどうしてやろうか。ダガガールってとこではあった。さあ、ヤナメファイボのラバギャング、ディガー。いやー、まあスケブとかいんのかな、わからんが、ちょっと適当にちょっかいかける顔だけしとっか。え、ケツラバやん、熱っ。これだけで巻いてファイボか。はい、いや、強すぎるか、これだけで。単純にアウトローが、まあウッドでしばいて、これ悩むね。ディガーがいるんだよな、まあ、絶対に拾うっていう覚悟を持ってリトプリ出すわいやな、雨で飛ばないでくれ。仕方ないよね。でも俺はね、守りたいんです。しかもこれちょっと攻めの形もできてます。てか相手さ、プリンセスタワーや。あ、作れこれ。プリンタワーだと単純に強い。いい、めっちゃ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 いい。ダガーじゃなければな、このね、何なんだっけ。マジダガーじゃなければ普通に強いんだよ、面白いことに。ダガーのせいで進化バレルって弱くなってんだよ。ダガーガールが全て悪い。ヤナメファイボなんで、このヤリゴブリンがちょっと強い。一発、いや、危ねえ、危ねえ、耐え。え、今の進化バレル強いな。まあ、タゲ取ってない方に、通常バレルでいいわけですよ。通常バレル。通常バレル、強いバレル。で、竹取ってる側にデコイ投げれば、マジでどっちも相手対応しないといけないんで。いや、マジ、ダガーガール消えりゃ、本当に話早えな。バレルのデコイの HP 上げるでもいいけど、話の速さで言うと、ダガーをもう、消してくれ。消してくれ。うん、それが一番手っ取り早いんだ。
大丈夫そう、これ止まる。なんか怪しい位置いるか。まあまあまあさ、キョスケリとプリーボンバーか、これジャイか、もしかして。この感じで、この感じでというか、どう考えても久々にアウトロー使うわ。マジアウトローもね、結構いいカードなんだよな。陸も対空もいけて、火力もあってすげえいいカードなのに。最近はなんだ。全然いなくね。なぜいねえんだ。テスラとかにもうボコボコにされんだろうな。ウッドとかも流行ってるし。いやー、それが嫌だな。いや、いい、早めに仕留めれたらでけえ。やべ、これ釣れる。あ、ちょ、マジで、あの、うん。そんなことある。意外と釣れそうだったけどな。え、なんかまずいか。冷静にさ、相手マザネクもいたよな。ボイドだっけ、あと。うわ、ジャイもいるぞこれ多分。え、いなかったわ。あぶね、あぶねえ、マジでかすぎる。マジ結構熱い。うわー、やばい、ヨノメ使ったな今。結構でかい、しかもナイトも咲いたんで遅れてマザネクぐらい。イートプリー、いや、バカいる、バカいる、バカいる、熱い。早めに止めて、スケラは、まあ、ギャングウッドで余裕か。え、てか全然ミラーバレルしたっけ、あれしたっけ俺。あれはミラーバレルって何やったっけ。ミラーバレルのおかげで今勝ってんだっけ。マジしてないんだよな多分。いや、もう何も進化してないかこの試合。いや、ナイトが進化したか多分。まあ3回に1回だからな、その単品バレルをさ、やっぱ相手がダガーだとね、そんな飛ばせないかな。まあほんとチクリぐらいしか入んないじゃないですか。なんならスケとかで完封されちゃうし、ターゲット取ってる時に飛ばさなきゃいけないしね。うん、全然プリンでいい。プリンで削った方がなんか一番効率いいんだよな。えぐ、これ450よ。強すぎる、いかれてる。でまあボーラーあると結構ね、トルネ警戒しちゃうんで、俺警戒しちゃいます、ね、あー。いや、でもこういう時に便利なのがアウトローなんですよね。両サイド集めて、みんな集合。やばい、いや、なるべくマジ勘弁して。なんかたまに美味しいの。フフ、僕もこのままついでに抑えれる、いいね。いや、ここバレルとかなんか飛ばせたら強そうだなと思いながらも、これいるかな。いや、でもこのバレルまで行くっていうのがね、ちょっと強いんじゃないかと思ってはいる。もう、いや、結構入ったか。守れるかな。守れたらいいんだけどな。むず、なんか。やべ、絶対ホグ来るやん、これ。ホグ来るがみたいな、仕方ねえか。一旦耐えるか。やなめだけやめてね。言っとくけど。いやー、全然いいか。さあ、ネクスト進化バレル。これでなんかいい感じにできるやな。すごいくんね。さあ、左は竹取ってる。一旦ちょっかいかけて。悩ましい。親衛隊なんで、一回我慢していい。
冷静な男がいます、ここに。一発？やべ、待って下手すぎるだろ。でもこれ誰がどう考えても右が本物やん。俺それ嫌なんだよな、なんか誰がどう考えてもそれ、いやもう右飛ばすやんみたいな状況で右飛ばしたくないんだよな。だからここで左に飛ばすと結構クラロワって面白くなったりしない？でも両方入ってんだよ。おお。ああ、つってなんか何度も言えねえ。いやまあ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 。悪くはねえな。悪くはねえな。悪くはねえよな、別に。特別いいかは知らんけど、さておいて。いやなんか考えないといけないのが大変だよな。結局進化助とか進化ナイトってなんか気づいたら勝手にいややばいやばいやばいみたいな、強い強い強いみたいななるやん、勝手にね。なんか勝手に頑張ってくれてるんですよね、進化デスラとか。まあそれこそ進化親衛隊とか進化ロケット方針も、進化のいいとこって気づいたら勝手になんかしてくれてるんですよ。けどこの進化バレルに関してはちゃんと考えてやんなきゃいけないから、まあなんかめんどいというか、まあ考えればいい話なんですけどああやば、嘘みたいな、やばい、待ってこれ許してほしいな。左のガールだけででけー、ちょっと入らんこれ。いやダガーならバレルものすごい飛ばしたかったけど、一回待つか。てかまた巨助だった、なんか今日巨助多めやな。はいこんにちはこれに関して今季ずっと強い。おかわりあるぞ。いやちょ進化回すか、本当にこれ無視で2発か、最初のゴブリン2発しか入り、ここで1発だけ。まあ1発入ったら許すかで回して、あと2回だからな進化バレルまで。でボイドだったな。まあ、ボイドでガールも簡単に飛んじゃうんで。ね、そんな強いわけではない。いや、これギャング出してもよかったけどな。ものすげえ悩んだな。やば、偉すぎるそれ。まあ、そっちなのは許すか。いや思ってるよりだいぶ入った。もうジャイだと思ってはいたな。いやこれでもね、こっからでも勝たなきゃいけないんだよ。まあまあ、いや一回ね置けるね。マジであるよこれ結構熱い流れじゃない。左を本命にしちゃった。まあいっか。えこれさ、このミラーバレルどう？めっちゃ良くない？やばい、このミラーバレルでこのギャング追加は全然いらないかもとか言ってこのヤリゴブリンで勝っちゃうんだよねやば、危ねえ。普通に進化バレルよりもミラーバレルの方が強かったんだけど、マジで危なかったわ。いや進化バレルなおもろいんだけどなおもろいんだけどな、明らかに弱いんだよな。みんなも思ってるだろうけど、気づいてると思う。正直アイスピよりも弱いかもしれないというとてつもない事実。アイスピより弱いからさすがにもう登場しねえと思ってただろうな、みんな張るよな正直。まあロマンドで言うと進化バレルの方があるけどね、ロマンドで言うと最後になんかびっくりロマンがある。あなんかねバグでそのどっ
ちが本物かみたいな分かってたんですよね。多分相手視点側かな、なんかキラキラしてるみたいな、キラキラしてる方が本物みたいな、スターパワーかな。なんかそのままメンテナンスで調整されたんで、意外とその相手視点シンカバレルがどっちが本物かが分かんないんで、パッと見だとはね、まあ当たり前に削られてる方が本物なんだろうなとはなるでしょうけど、パッと見で、ああこっちが本物やみたいな、あっち削ってない方本気で投げてきてるわみたいな、そこの気づきは絶対もうなくなっちゃったんで、まあ、最低限の調整は来たって感じか。ギャングのヤリゴブリンがやられてももう一回あるからさ、ちょっといい。はい、でもそれしかできんやん、かわいそうすぎる。はい。この時なんかさ、対空多いな。今気づいたら。ビリ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 。はい。はい。いくよー、だいぶ。こんにちは。そう簡単にね、死なせない。つってなんか、まずいか、これ。進化ザップだけやめてください。あぶねえ、あぶねえ、マジ。まだ俺負けてないよね、全然。なんか相手余裕ぶっこいてない、俺が進化バレルで暇してるから。助けて誰か。もしまだ生きてるのやばすぎる、ギリギリの世界。終わった、ザップや、うぜーうぜー、サンタクロース、サンタクロース嫌いになりそう。そんなことある、やばい、やばいさ。いや、なんかシントバレル邪魔だったな。ていうかさ、なんかもったいない感出るやん、進化って謎にもったいない感出ちゃうよな。アイスピですらもなんかちょっと雑に使えんやん、せっかく回ってきたらってなっちゃったな。進化しない方がいいやん。進化することによるデメリットの方がでけえか、おい、バレるじゃん。はい、削りまーす。お、え、アイビズやん、いや絶対クロスやん。まあスケラの可能性もあるっちゃあるけど、え、マジでスケラなの。どう考えてもクロスっぽかったけど、ベビードラ出てきたらなんか急にスケラなんだよな。いや、これさ、マジバレル進化してたら天国だった、これ。結構おもろいことはできそうだったけど、なんならもうおもろいことできそう。はい。トルネ警戒でよかった、ぶっ刺さり、ワンパンです。
えぐなんか自家製ミラーバレル、自家製っていうのが進化ね、してないけど、この後もう一回進化バレルいけるっていう2週連続進化バレルね、サイクルゼロそんサイクルゼロってありえねえのかな、今んとこ存在しないっすね、サイクルゼロの進化。いや、存在するか、サイクルゼロは、サイクル1が2回に1回だもんな。あ、存在しねえか。サイクルゼロはさすがにね。毎ターン進化。まだ毎ターン進化だったら強いか。強いかわからんがだるいな。全然。うん。いや、強いか。さすがに、毎ターンなんか妖精バレル来たらうざすぎるよな。さすがにそれはね、やりすぎだ。うん。まあ適当に耐えて、まあボーリーボーリー邪魔だね、だいぶバレルを艦砲されちゃうんでね。まあトルネ咲いたんで、トルネ咲いたっけ、なんか咲いてなかったっけ。いいよ、いや結構入るよなバレル普通に。でも端前プリンが強いんで削っちゃおう。もう一回おかわりの端前プリンもできはするが、一旦ね。ああ、ボーリーファルチか。なんかケツゴレの瞬間にアウトロー端前行っても強そうだな。からの逆サイ進化ナイトからのみたいな。いや、斜めだけで終わんのか。まあでも、このナイトギャングで相手のゴーレム溶かせるって考えたら、しかもバレルまで行っちゃうぜ。ボーラーで一緒なんですね。はい。この間に削ってもらって。で、端前プリンやって。いやー、いいの。結構いい攻めができてる気がするが、ここの攻め嫌だな。まあ、ダクネ的な。ヤナアメ取るねか。なんか、やりづらいな。ちょっと進化バレルこれ、せっかくなら活かしたいな。ね、守んなきゃいけないんですけど、進化バレルを、え、心の底からの絵が出てしまった普通にプリンセスでいいやプリン強っ、なんだこいつ、可愛いだけじゃねえのかよ、最強じゃねえか。相手の手前ね、いいね。でもう一回プリン来ちゃうっていうね。うっとうっとからのみたいなね。うっと三発とかで落ちるんでね、多分。縛られたよ。はい、ナイス。いやな、ちょっと良かったな。うん。進化バレル。さあ、ダガーね。マジダガーじゃねかったら幸せ。うっ、そのテスラエグいな。え、このプリンもやばいの。エイム天才すぎ、だって矢って5発ぐらいしか放たれてないやん。プリンからの矢ってあれ。5本ぐらいの矢がさ、同時に飛んでる5匹ってさ、全部当たってることになっちゃう。おー。スケバレテスラコウモリ。なんかちまちましてんね。おお、ニート。まああれだな、ちゃっちゃバレル進化させたい。まあ流れ的なのはそんな良くない、だいぶ。まあもう一回アウトロ出したいな、いらねえか死体だけ。まあでもこのままカウンターなってくれるんで、しかもこれで、あー、まあコウモリがいるか。
どうしてもあのロケを延命したいんやな、あんたは。まあ、近畿させていただいてありがとうございます。まあ、コウモリで完封って感じか。一発殴ってこい。おい、いいね。あー、やだな。いや、アウトローとナイトのこのリーク2枚のありがてえ。ポイズン。お、まずい、もしかして。あぶね。さあ、来ました。進化バレル。ここね。いや、このサイクルの時は楽しいのよ。で、そっちを警戒するなら別に左でいいっていう。俺別にそんなこだわらない、こだわりないんだよ。右に対しての。いや、ポイ持ってたんで、削られてる逆にね。めんどくさい、それ。いや、相手してメガないとね、出しにくいだろうな。めっちゃテスラ立つやん。もしアウトロ最強すぎる、これ。いやー、からのね、ちょ、アウトロボーイ残んねえか、これ。残ってほしいんだよな。うわぁ。さっきから、あいつ、結構悪さしてんね。これも行っちゃうか。左にあれやってからの。で、ギャングは一応存在はする。手前の方がいいかもね。これプリンに飛んでくんねえかな。いやー、強い。え、待って、右側469。え、右側にさ、本気飛んだんけ。いや、全然覚えてないわ。左に飛んだんけ。あれ、マジどっちに飛んだかすらもう何も覚えてないけど。なんか知らんけど、いい感じになったらしいわ。熱いね。こんなんもう真ん中に寄せて。はい、カウンターのタッチ完成。まあ、削れないんでね、俺もこれ。こっからずっとひたすらでもいいの。一発でいこう。プリン入りそうなんだろう。入んねえ。え、ウッド、これウッド使ったらまずいってやつ。これさ、左を本命にしてもおもろかったり。いや、さすがにか。実はこっちドッキリ。にゃー、普通に落ちた。いや、なんかまあまあまあ、結局ね、結局右でよかったか。変なこと。というわけでさ、進化バレルね、まあ結局そんな強くはないんですけど、まあデコイバレルが HP 強化されるか、まあダガ加工かね、なんかその辺が来ればまたちょっとね変わるんじゃないかなっていうので、一旦は強化をね増したいかなと思います。まだ使ってない方はね、ぜひ使ってみてください。グラちゃんの動画もお待ちしてます。おっしゃ、またね。